降り続いた雨が止んだ後の晴れ空に鮮やかな虹がかかる。それで、はい、まあ、ちょっと聞きたいことがあって、なんです、なんです、改まってなんです。ずっとほら、我々はブロンコスバンドでやってきてて、まあ、さっきの最初の時もあり、まあ、こんな時期っていうのもあって、ちょうど1年、2年ぐらいかな、まあ、ソロアルバム制作に入って、はいはいはい、ようやく来月出すんですけど、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。来月ワンマンライブをやるのを初めて、お、まあ、ライブアップで、なんかね、何て言ったらいいかな、心の置き場というか、まあ、なんとなくちょうど合ってない気が自分でしてる。ずっとほらバンドで、まあ、誰かと一緒になるほど、ね、まあ、アコースティックでもほらパフェと、はいはい、2人でやったりして、はい、まるっきり一人で長時間やるっていうのは実は初体験。なるほど、何か秘訣などあれば教えていただきたいなと、うん、と思いますね。秘訣は、やめてもらおうかその、例えばワンマンライブの、構成についてうんぬんよりも日頃からやっぱり備えることだと思うので、とにかく繰り返し反復練習かな。本当ね、すごくシンプルなことで、練習量って裏切らないのよ。本当これはアスリートの方を見てると分かると思うけど、アスリートの人たちってあんなにすごいのに毎日練習するでしょ。練習しないとやっぱりね、感覚が鈍るっていうかずれてくる。自分の体と心と感覚が合わないくなってくるみたいなね。だからやっぱりどんなにすごい方でも、アスリートの方でも毎日練習する。サッカー選手も野球選手もそうなんだけど、ね、陸上選手もそうだけど、本当それはよくわかるんですね。やってみてわかるというか、ずっと練習を続けてきてるんだけど、例えば今回先月僕ずっとしっかりネイリー感染対策してきたんですけども、コロナにかかっちゃいまして感染しちゃいまして、で、まあ、10日間療養してたんですけども、それでね、やっぱり熱を出して、まあね、まあ疾患なので、それで体力も消耗するっていうのもあったんですけど、10日間ちょっと音楽から離れただけでものすごいこの感覚のズレがあって、やっぱね、練習しないとダメって思って、で練習をするとまたすぐ戻るのよ。それはちゃんと自分の中に積み重ねがあるからちゃんとすぐ戻るんだけど、してないとやっぱり感覚がずれるから不安になる。してても不安になる時があるので、やっぱしといた方がいいなとか。そうだから、じゃあワンマンライブやります、で頭からケツまで構成を決めました、それでどこで何を言いましょうとかっていうことよりも、でどこでどんな曲をやって、どこでこういうポーズをしましょうとか、なんかいろんなこと考えるけども、それよりもその前段階の準備をしっかりしていることによって、何が起きても動じなくなるから、そこが大事かなと思います。ありがとうございます、はい、俺真面目に言っていい、これ大丈夫大丈夫、使えるの、これ使えるのかな。なんかそのなんだろうね、ライブってさ、結局不安はゼロにはならないのよ。うんうん、絶対ゼロにはならないし、緊張もゼロにはならないの。その緊張、例えばあやばい本番だドキドキするっていう緊張じゃなくて、例えばあれ大丈夫かな、あの曲いけたっけな、あの曲歌詞大丈夫かなっていう、ちょっと違った緊張が、細かい緊張がいくつか転がってるんだね。そういうのを感じながら、ちょっとした不安を抱えながらライブはやってるから、でもちゃんと準備、その前段階の準備をしておけば、どんな状態でも
あのプラスに持っていけるんだよね。例えば間違えたりしたって言って、間違いなんか誰でもあるわけでさ、あのそれを生かす方法もきっとあるし、動じないようにするっていうことが大切かな。お客さんは多分あのかっこいいノブを見に来てるわけだから、でもちろんちょっとあのかっこ悪いとこを見せてもそれも楽しんでくれるんだから、なんだろう、お客さんが楽しんでくれるものをその場では作っていくこと、それでその前段階の準備をしっかりしていくことが大事なのかなと思います。はい、全くそう思うんですが、あのさ、うん、よくさ、うん、先輩とかからさ、うん、お前練習しすぎだよって言われて、それはないかな、でもあどうかな、俺結構言われるんだよね、うん、先輩がもういないからね、ほとんどね、俺の上の世代ってそんなにいないからね。そっかそっかそっか。で上の人は例えば、うん、何人かいるけど、リスペクトする仲いい先輩何人かいるけど、みんな練習好きだよね。そいつでやってるよね。うん。なんだかんだ言って練習好きなんだよね。練習であったり、あの探求であったり、とにかく何か、日々自分をアップデートしようと探してる人たちがいて。うん、だからそれは練習じゃないにせよ、何かしらあの自分にとってその何て言うのかな、あのプラスになることというか進化させようとしてるような気はしますね。うん、すごい。なるほど。いや、ありがとうございます。参考になりました、はい、頑張ります。うん、だ毎日しなくてもいいけど、その何かやっていくことは大事かな。何かさ、ちょうどお互い、うん、バンドやり始めの頃こんなのよく喋ってたよね。まあそうだね。でもバンドをやり始めの頃とか、あの若い頃俺は練習しなかったから。練習してたじゃん。練習してないよ。だってあのスタジオでやるだけで家ではあんまやってないし、なんだろう、いや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 、なんかさ、あのスタジオも結局1時間とか2時間とか遅刻してくるしさ。遅刻はしてたな、本当に。うん、クソ野郎。あ、これ大丈夫、使える、クソ野郎、クソ野郎って使えるの？あの本当にあのゴミカスみたいなやつだったんですけど。いやでも暇さえればなんか至る所でギター弾いてるイメージあるけど、それはなんかあの楽しくてやってるだけで、別にちゃんと練習してるわけではなかった。練習嫌いだったからね。こうでも幼児の練習してるイメージあったな。いやでもね、あのプロになってからの方が練習してる、やっぱり。特にそのルーパー、うんうん、ループマシンを使って演奏するスタイルでソロはやってるんですけど、ルーパーの練習はルーパーを使うライブをする1年前から毎日やって、毎日やって、本当に毎日やって、毎晩毎晩やって、それであの、ね、お年なのでなかなか覚えてくれないんですよ、体が。なのでそう、体に叩き込むことが大切で、体が無意識にそれをできるようにするのが大切で、で本当毎日毎日やった。でおかげでなんかその最初の頃よりもやっぱり1年間やるとちょっと頭に余裕ができてきて、やりながらここをこうしようとかっていう思考が生まれたりするわけ。その前はいっぱいいっぱいだからそんなこと考えられない。やることで、あ、今踏まなきゃ、タイミングが違うみたいな、そんな感じだったんだけど、やっぱり繰り返し繰り返しやることで、あのそれがあの当たり前、当たり前ではないんだけど当たり前のようにできるようになってきて、ちょっと余裕が生まれる、余裕が生まれるとまた違うことを同時にできるようになる、その繰り返しをずっとやってるかな。逆に俺今あれだね、要は生ギター1本でやってるから、うんうんうん、服でいっぱいいっぱいになってる。あ、結局ね、そのエレキとアコギが根本的に違う楽器だからね、だからそっちにあのシフトするときってすごくあのエネルギー使うよね。なんだろう、最初一緒だべと思ってた、うんうんうん、で、だんだんやっぱりやり始めると、あ、こういう鳴らし方もあるんだ、こういう鳴らし方もあるんだって違う幅が出てきたんで、いやもうアルバム作るのもすごい大変だったもん。と分かるわ、分かる。最初の俺もそのソロに転向してアコギをメインの楽器にして最初の1年とかは全然こう模索してたので、鳴らし方が分かってないというか、未だに分かってるかって言ったら疑問なんだけど、
でもなんかアコースティックの人たちがやってるからつって爪伸ばしたり。でも爪で弾かないんだな結局俺。爪今切っちゃってますけど、とりあえず伸ばしてみた。で指引きするんだけど爪で弾いてないじゃんっていう。だ結局そこはその自分なりのやり方でいいと思うんだけど、そこは本当わかんなくて模索したりとかね。結構さ、ライブ中のさ、まあルーパーでバックトラック作って、エレキのソロで弾く、はいはいはい、エレキの音にしたいみたいな話して、はい、でも弾き方見るとやっぱもうそこでパーンって変わってんだよ。ああそれはあるよね。うん、うん。あれの感覚がもう理解できなくて、うん、でもそれはやっぱり繰り返しやってるしかない、ね、本当そう。でもね、普通のエレキともちょっと違って、うん、エレキの奏法ともちょっと違って、例えば僕がその今コギに貼ってるゲージは、11の52っていうゲージで、いわゆるライトゲージっていうアコースティックみたいに貼る12の53っていうのよりほんのちょっと細いやつなんだけど、それにしてもやっぱりエレキにしたら太くなって、うん、でそうなるとチョーキングっていうのがこううまく上がらなかったりする場合があるんですけど、まあそれも慣れでやるようになったけど、例えばダウンチョークをしてみたりとか、チョーキングっていうねウィーンって音を上げる、そのニョーンって音を上げるその技法がある、技法っていうかそういうのがあるんですけど、弦を指でこうキュッと持ち上げるんですけど、それを持ち上げるんじゃなくて引っ張って下げるとか、この、フレージングの中でいろいろやったりとか、そういう形で普通のエレキで弾いてるときとちょっと感覚は違うんだけど、そのアコギでエレキを弾くっていうことにやっぱり、フォーカスした弾き方にはきっとなったんだと思う。でもそれが逆に今度バンドに戻ったときにエレキ弾いてるときもそれになっちゃったから、なんかよく自分の中でよく分かんなくなってきたんだけど、でもまあやってみて損はなかったから、なんかねいろいろとにかくこう試行錯誤してチャレンジすると、うん、面白いし、いずれ自分のスタイルになっていくので、はい、頑張ってください、はい、練習すればするほど下手になっていくような感じ でもね、あるよあるよ、練習すれば練習するほどなんでこんな下手なんだって自分で思うから、でもその繰り返しでちょっとずつ多分僕らは進歩してるんだと思います、はい、です不器用な山形出身ミュージシャン2人です。勇気出して言う